久保さん。いや、止まって何かが生まれるんだったらすごいですよね。<laughs> まあ、あの、なんだろうな。この前、まあ、億万長者合宿で言ったかな。なんかその、コンサル生の中で、いや、ちょっと考えてましたと。一日ちょっと何もしない時間っていうのはなかったんで考えてみましたと。まあまあ、すかさず言ったんですけど、まあそのコンサル生もね、まあそういうふうに言ったら、吉谷さんにそういうふうに言われるだろうと思ってましたけど。 っってていう風に言ってましたけど、あのー、止まったらね、何も生まれないですよ。でね、ネットビジネスのいいところって、まあその方にも言ったんですけど、別にその予約投稿みたいなのできるわけですよ。ブログもそうだし、書き留め、あとブログ、YouTube に関してもスケジュール投稿みたいなのもできるし、だからその、この前、その、まああの、旦那さんが過労死になった方と音声対談を取ったんですけど、まあその方も、その、継続するのが、 私にはちょっとできないと。だけど継続してるんですよ。で、それどういうふうにやってるかっていうと、単純にできる日に溜め撮りして、10本とか20本溜め撮りして、で、それを、あの、スケジュール投稿というかね、やってるっていう。それができるわけじゃないですか。別に、開けようと思えば、一日何もしたくないんだったら別に何もしなくてもいいんですよ。だからそれがネットの素晴らしさで、コンビニでね、それできないんですよ。コンビニで働いたら、その日にタイムカードを押さなければ、 できないんですよね。わかります。だからこれはネットのマジックなんです。インターネットマジックです、これが。別にね、その日やんなかったとしても、それを予約投稿ができるんですよ。だからその日にや、やります。その日に投稿したっていうのが、意図的に作れるんですよね。ステップメールとかもそうで、ね。別に一回書いて、それをずっと発動させておけば、自動でそれが流れるわけですよ。今日も。僕、自分は遊んでてね。なあ遊んでてね。ハワイの南国でね。<laughs> ハワイの南国でトロピカルピーチを飲みながらでも、ステップメールは流れるわけです。わかりますそれ作っちゃえば。動画とかもそうで、まあよ旅行する前にね、7日、7本、旅行する前に7本撮っとくじゃないですか。で、7本スケジュール投稿しとくわけですよ。で、7日間何もね、動画触れなくても、勝手に動画がね、その日、その時間帯に投稿されるわけですよ。これってマジでネットしかできないですよ。 コンビニのバイトでタイムカードどうやってそれを押します無理ですよね。だからこれができるのがネットなんで、だから時間を開けようと思えば開けられるんですよ。ね、別にと、その日止めても止ま,止まらなくできるんですよ。わかりますこれがね、本当に僕は素晴らしいことで、まあ、久保さんもアナリティクス見てるのでわかると思いますけど、別に過去やった動画も回ってるわけですよ。すごないですかこれ。 本当にコンビニでね、1ヶ月、あの、1年前に働いた給料またください。絶対通らないですよね。通る会社ありますまあ,かいあの、コンビニもそうですけど、あの会社でも、1年前に働いた1ヶ月分の給料くださいとか、1年前に発生したボーナスまたください。無理ですね。<laughs> 絶対無理じゃないですか。でもネットはそれができるんです。例えば、はじめ社長もね、3年前とか4年前にアップロードした動画がね、1億回回回ったんですよ。今更。 まあ結構もう、そのド、それは、そのニュースになったのはもう1、2年経ちますけど、ね、かなり昔にアップロードした動画がいきなり1億回回ったんですよ。で、それはなんでかっていうと、いきなりその南米の方でバズったんですけど、しかもグミ動画、普通なんか巨大グミみたいな感じの、そのプロモ、あの、音楽ミュージックビデオではなく、普通のそのグミ動画で1億回回るっていうのは異例だ、みたいな感じでね、なんか取り上げてやってましたけど、でもそれ今日アップしたものじゃないんですよ。 すごないですかそういう、なんだろうな、可能性がネットにあそう、じゃあ全員がそうなるかっていうわけではないでしょ全員が1億回3年後に回るのかって、それはそう,そうではないんですけど、可能性があるってことです。でも、コンビニで働いてたらその可能性はないです。1年前働いた労働分をまたくださいは通らないんで、絶対ないじゃないですか。可能性ゼロです。もし、ね、 コンビニのア,ア,アルバイトで1年前の給料ください、2年前の給料ください、3年前の給料くださいっ,って通るコンビニがあるんだったらちょっと紹介してほしいですね。紹介してほしいです。多分ないんで、全国のコンビニ探しても。お金稼ぎたかったら今日出社して、今日タイムカード押さないとダメです。でもネットはーそうじゃないです。今日出社しなくても、今日出社してる風ができますから、いくらでも。<laughs> だからそれがもうだから僕はねインターネットしか時間を作るっていうのはまあ他にもね会社経営して従業員にやらせるっていう方法もあるんだけどこれはリスクも高いし固定費かかるので僕はお勧めしないんですけどまあ時間を作るってなったらそういう人を使っていく自分が動かなくても回る仕組みを作って人に動いてもらうっていうこともできますけど僕はネットで自分でそれを仕組み作っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますねうんいってらっしゃい